戦術、そして闘争、それから技術、すべて円熟の境地に達しておりますドリーファンクジュニア。世界の現役のレスラーでドリーファンクジュニアを非常に慕っている選手はたくさんいます。そのドリーファンクジュニア、悠々と登場してまいりました。おっと、これは大サービス、素晴らしいテンガロンハットを超満員のお客様にプレゼントであります。両選手に日本テレビから花束が贈られました。ミスターレスリングに、そしてドリーファンクジュニアに、それぞれレスラーとしても紳士であります。ジェントルマン同士の対決を迎えました。ドリー対ミスターレスリングの一戦であります。両選手の紹介です。白白白で統一のミスターレスリング、インテリレスラーです。実力人気世界一ドリーファンクジュニア。さてゲストの竹内さん、はい、私先ほど静かなる男同士の対決というふうに表現したんですけれども、こういうカードもですね、79年世界最強タッグ決定リーグ戦の中で、一服の清涼剤として行われるわけなんですけれども、一つこの重厚なですね、何かこのプロレス絵巻を見るような試合期待したいですね。やはりドリーのですね、はい、本当のドリーらしい試合、一面が必ず見れるんじゃないでしょうかね。そうでしょうね。いわゆる、プロレスのテクニック合戦が期待できる好カードを迎えました。30分の一本勝負であります。ゴングを待ちます両選手であります。濃紺のトランクスがドリーファンクジュニア、白一色がミスターレスリングですが、さて竹内さん、はい、この両者の対決なんですけれども、日本では初めて行われるんですが、アメリカではかなりこの8年越しの対決というふうに言われてますね。ジュニアがですね、NWA の世界チャンピオンだった時代ですね、はい、ミスターレスリング、あるいは素顔のティーミーウッドとしてですね、彼は何度もジュニアに挑戦しているわけですね。そうなんですね。第46代の NWA 世界ヘビー級チャンピオンドリーファンクジュニア、ファンの皆様もおなじみなんですけれども、その時代にティミーウッド、このミスターレスリングが挑戦しています。さあ、どういうようなレスリングを見せてくれますか。今日はリングサイドに試合を終わりました小塚選手、大熊、ロッキー、畑、大仁田、それから高千代、天竜、それから桃田、それからタイガー、戸口までずらりと日本の選手がリングサイドを取り囲みました。やはり何か一つ技を盗もうというような目つきで見てますね。このセコンド陣の顔ぶれから見てもですね、はい、この一戦の意義というのが分かりますよね。本当ですね。本当に好カードを迎えました。ミスターレスリング対ドリーファンクジュニアの対決であります。何かこうまだ序盤戦なんですけどね、竹内さん、これは日本のリング上、今夜は札幌のリング上なんですが、こういう試合を見ておりますと、テキサスのリング場、あるいはジョージア州アトランタのリング場、そしてまたノースカロライナ地区のリング場、こういった感じがしますね。そうですね、まさにこのメインイベントを見ているという雰囲気ですね。本当ですね。この白覆面のミスターレスリングも覆面をつけたらラフファイトをやるというような、プロレスラーはそういう風な感じを持つんですけれども、しかしこのミスターレスリングだけは違います。覆面レスラーの定石を打ち破りまして、白で統一いたしました。非常に綺麗なコスチュームを身につけておりますミスターレスリングであります。さあ、グランドでの展開が長くなってまいりました。勝負の方は今5分が経過したところであります。ミスターレスリング対ドリーファンクジュニアの好カード。アメリカでの8年越しの構想というのは、星勘定の上ではどっちが上なんですか、竹内さん。これはですね、当時のチャンピオンのジュニアのがはるかに勝ってますね。あ、そうですか。ただミスターレスリングですね、何回か引き分けには持ち込んでおりますからね。なるほどね。そうですか。さあ、足をバタつかせました。背中に大きな足をくっつけています。ドリーファンクジュニアです。こうちょっとチキンウィングのような体勢になりましたね。両方の手をがっちりと固めてますね。しかしですね、考えてみますと、ミスターレスリングもですね、第2回のチャンピオンカーニバルでは決勝にまで進出した実力者ですからね。そうですね、思い出しましたね。本当ですね。本当に試合巧者ということが言えます、ミスターレスリングです。それから聞いたところによりますと、このレスリングは非常に知性派のレスラーと言われておりますけれども、アメリカで3つの大学の学士号を持っているんだそうですね。大変なインテリですね。本当なんですね。ちょっとご紹介しますと、オクラホマ州立大学、このオクラホマ州立大学の3年生の時にローマオリンピックに出場いたしまして銅メダリスト、それからミシガン州立大学、コーネル大学を卒業した、3つの大学の学士号を持っているミスターレスリングであります。
まあ、強い体と素晴らしい頭脳を兼ね添えているんですから、まあ、これ以上の選手はありませんね。まあ、この選手がですね、プロレス入りした時はまさにその天才のプロレス入りということで、ね、大変なそのブームになりましたからね、はい、1962年にプロレスリングへデビューしておりますが、4年後の1966年になります。その時に白マスク、ご覧の白タイツ、そして白シューズをつけてマスクマンレスラーの仲間入りを果たしました。竹内さんね、すでに、まあ、マスクマンレスラーとして彼は13年のキャリアがあるんですけれども、かたくなにこの白一色を守ってますね。いかにもこの人の性格をよく表してますよね。本当ですね。ちょっと威嚇攻撃、そのティムウッド、ミスターレスリングであります。かなり上半身を痛めつけられましたミスターレスリング。左の肩のあたりが真っ赤に腫れ上がりました。サイドのヘッドロックに取ります。腕を胴に回しております。今度は頭に持っていって、この辺りがうまいところです。すかさず左の腕をねじります。この技から技へのつなぎというのは本当に若いレスラーのお手本ですね。竹内さんね、もうセコンド陣が食い入るように見てますからね、食い入るように見てますね。本当ですね、まあ、レスリング教室のような感じなんでしょうね。そうですね、相変わらずグランドでの展開が続きます。ドリーファンクジュニア、静かなる西部の男、静かなるドンというふうに言われております。ドリーファンクジュニアです。徐々にロープににじり寄りました。ロープブレイク、上樋口レフリーです。なんかこう今日は中島スポーツセンターも超前に膨れ上がってるんですけども、シーンと見てますよ。まあ、これがですね、波のレスラーだったら非常にそのつまらない攻防なんですけどもね、うん、この2人がやってることによって非常に風格と味が出てきますよね。そうですね。さあミスターレスリングがちょっと外に出ましたので、ここで79年の世界最強タッグリーグ今後を占ってみたいと思うんですけれども、ミスターレスリングはマスクとストラングラーとチームを組みまして、現在のところマスカラスブラザースに敗れまして、まだ勝ち点はありません。今後の竹内さん展開を見るとですね、はい、相当まあ大物が来ているんで非常に苦しいですね。まあ、ちょっとパートナーのですね、マスクとストラングラーがやや力不足という感じは否めないですね。そうですね。まあ、ハイライトになるのは大阪大会のブッチャー飼育戦でしょうね。これがやっぱり大きな山場ですね。さあ今度は首投げに取りましたドリーファンクジュニアです。顔面好調です。ドリーファンクジュニア今のところどうでしょう、自分のペースを握っているのはドリーでしょうか、それともレスリングでしょうか。これは今のところ全く五分と五分ですね。はあ、もうこの辺りのベテランになりますとね、竹内さん、いわゆるこの駆け引きというのはすでに8年間の構想があるだけに手の内を知り尽くしているいますので、おっと今度はバックドロップだ。これです、バックドロップ、早い技です。グランドでの展開からバックドロップに持っていきました。さすがにドリ、あの体勢からはなかなか持っていけないんですがね、強引と思っても確実に決めてますね。グランドからですよ。そうですね、素晴らしいテクニックですね。今言おうとしたんですけれど、いわゆる勝負がつくとしたら一瞬の隙でしょうね。当然そういう攻防になりますね。そうですね、まさに相手の攻撃の裏の裏をかかなければダメですよね。はい、エルボースマッシュに取ります。ドリーファンクジュニア覆面をつけておりますので、ミスターレスリングの表情は見受けられないんですけれども、ちょっと苦しいような目つきをしております。ミスターレスリングハンマーに固めました。足をバタつかせるミスターレスリングです。そしてニーパット、関節の部分をもう完全に捉えています。ドリーファンクジュニアです。いわゆるこの無駄打ちがないんですよね。やっぱり常にですね、先に攻めるのはレスリングなんですけどもね、はい、それが何分か後には必ずこれにドリーの構成に変わってるわけですよね。あ、そうですね。そういえば今までの展開を見ましても、ミスターレスリングの攻撃はちょっと少ないようです。がっちりとハンマーに固めました。そして左の腕がくの字に曲がっておりますので、その関節の部分を膝打ち、非常にうまい攻撃です。まだ腕がねじれています。半回転、さあ今度はミスターレスリングの攻撃反撃か。しかし体勢を立て直すドリーファンクジュニア、今度はエルボー、カウンターで当たりました。そしてニーパットを落とします。ミスターレスリングの攻撃に転じますが、なかなかたくさん打たせません。すごいブリッジで逃れようとしております。ドリーファンクジュニア体を支えました。ミスターレスリングです。
今回このドリーファンクジュニアは3人のまあパパなんですけれども、今年の夏に来た時にはまあ長男のディンク君を連れてきたんですが、今回はお嬢さんのベニーちゃんを連れてまいりましてね、このベニーちゃんが非常にドリーに似てるんですよね。よく似てますね、本当に2つですね。今日もこの会場のどこかでパパの試合を見ていると思います。ドリーファンクジュニアであります。ちょっと聞いてみたんですけどね、娘の前で V2 を果たすんだと、こういうふうに言ってますよ。ああ、そうですか、それだけ決意があるんですね。もう最高のプレゼントでしょう、これはね。そうですね、はい。さあ、ドリー立ち上がりました。そして今度はミスターレスリングが、おっとショルダースルーに取ります。ミスターレスリングも負けておりません。さあ、おっと立体3交換、いや違います、ニーリフト、そしてボディープレスはどうだ、カウント2が入りました。ここでミスターレスリング勢い余りまして場外へ、しかしすぐに入ってまいります。本当に好試合、スリリングな展開を見せておりますが、さあダブルアームスープレックス、あっと相手の18番をよく知っています。まだスリーパー、いやスプリングトーホールドも1回も食ってませんね。やはりこの辺はですね、もう過去何回もやってますんでね、相手の手の内はもう十分に知り尽くしているという感じしますね。そうなんですね、本当に重厚な好カードを迎えています。ミスターレスリング対ドリーファンクジュニアの一戦。このミスターレスリングは過去の来日の時にですね、竹内さん、はい、いわゆるこの空中殺法のジャックナイフ型背骨折りというのを1回見せたことありますけれども、はい、最近これはあまり使わないようですね、この選手。そうですね、アメリカでもあまり使ってるの見たことないですね。本当ですね、まあ、このクラスの選手になりますとね、大概の技は使いこなせるはずなんですけどもね、はい、そうですね。ミスターレスリングの一番得意な技は何なんでしょうか。昔はですね、はい、コブラツイストというのをかなり得意にしてましたね。コブラツイスト、はい、方法、そうですか。おっと、タイムリーハイタッチですね。さあ今度は、さあこれです、逆さを抑え込み、ドリファンクジュニア一瞬の隙を突いて決まりそうだ、決まった、さすがドリ、一瞬の隙を突いての逆さを抑え込み、敗れたミスターレスリングがこれはびっくりしたというふうに見つめています。あっという間にマッハのタイミングで決めました。ドリファンクジュニア見事にミスターレスリングを打ち破りました。本当に 高度な技を数々出しました。最後は逆さ抑え込みです、ドリファンクジュニア。いい試合でしたね。やはりあの最後の両腕の絞りが相当きつかったんでしょうね。そうですね、敗れましたミスターレスリングの方から握手を求めました。綺麗に分かれた両選手でございます。素晴らしい内容でお送りしたドリーファンクジュニア対ミスターレスリングの対戦、結局一瞬の逆さ抑え込みでドリーファンクジュニアがミスターレスリングを破りました。